私は今年22歳なんですけど、いまだに一人でラーメン屋さんに行ったことがなくて、でも一人でラーメン屋さんに行ける女の人ってすごいかっこいいなって思うんですよね。なのでずっと行きたかったラーメン屋さんに初挑戦します。早速お店に入りたいんですけど、ちょっとだいぶ一人だとなかなか入ったことがないようなお店です。バッテンラーメン。でも見えるかな、ちょっと緊張しちゃうけど、でも餃子とチャーハンもあるみたいだからすっごい楽しみです。失礼します。失礼します。サインとかあります。こういうとこ来てみたかった。ラーメン食べたいです。あ、卵、卵入れる？卵入れていいですか？はい。チャーハンもあるんですね。チャーハンは食べる？いいですか、半チャーハン食べたいです。半分ね。はい、半チャンでいいの？はい、はい、じゃあ美味しそう。見えるかな。あれ、すっごい美味しそうなスープ。ねえ、いただきます。麺が細い。いただきます。おいしい。すごい寒かったからなんか油っぽくなさすぎて、油っぽすぎなくておいしい。いただきます。おいしい。いただきます。私ほんとチャーハンずっと食べたくて、もうこういうお店でチャーハン食べるっていうのは夢だったんですよ。いただきます。おいしい。もうこれぞチャーハンって感じ。はい、今回初めて一人ラーメンに挑戦したんですけど、思ったよりもなんかお店の方があったかくて、たくさんアットホームな雰囲気だったので思いっきり楽しめました。一人ラーメンができたので、きっとこれから一人焼肉とか一人ハンバーガーとか一人牛丼とかもできると思うんですよ。きっとラーメン屋をクリアしたんで。だからまた何かやったら随時報告します。ブログとかに書こうかな。見てくださって本当にありがとうございました。
また挑戦します。バイバイ。